金ピカにする理由は何なんだろうね。そのアルミホイルみたいな。なんかあの子供の工作みたいに見える、なんで金ピカにするんだろうね。このジャパンってやつは何なんだろう。すごく大きい。すごいね、これで届けてんの。あ、ビスコあるじゃん。あ、柿の種もあるよ。缶詰も。本当だ。焼き鳥缶もある。スペースカウンなんかどっかレストランみたいなのもあるんだよね。そう。こん中に。そう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 。あ、中入れんの？そん中。へえ。実物大だって。あ、ソユーズ。ソユーズ。ソユーズ？うん。ロシアの。なんか入ってみる？すごい。冷蔵庫、冷凍庫。これが冷蔵庫、冷凍庫なのか。こっから外見てんのかな。モニター越しに見てんの。ねえ。ロボットアーム制御。こんにちはって言って。出てくんだよ。のそのそのそって。上も上がれんのかな。上は何なんだろう。秘密基地ロフト。エンジンだって。エンジン、すごい。第2弾エンジン、ね、組み立てるときにもうなんだこれってならないのかな。ロケット全然ちょっと話がしますね。ロケットはですね、この原子ロケット、これが最初にあの糸川先生がもう60年以上前に横にセットしてあげて、それでロケットが日本の初めて開発スタートしたんです。でもその開発のもとに、ちょっと見えませんけど、下エンジンで違うので、これこれ準備して作れる。
書いてあった？何これ、電池の重っ、こっちは疲れるみたいな、あー全然違う、うわっ、これはピカピカ光ってるやつ、それが断熱材、そう断熱材とか、あ、ほんとだ、これは何、これは回してみよう、同時に回してみよう、どっちが長く回るか、こっちだね、こっちだ、え、長く回る、あ、何が違うのこれ、軽くじゃない、同じ強さでこっちの方が摩擦が少ないらしい、あ、摩擦が違うんだ、へえ。宇宙用な、何に使われてんのこれは、何に使われてんの、回転する部品の軸に使われてんの、軸部品、ベアリング姿勢制御装置はセンサーの駆動部など多くの部分で使用されていますだって。これが種ヶ島かな、ああそうねえ、それは大地ってやつか、この、うん、導きくんが導いてくれてんの、日本のほぼ真上、長時間見えるように工夫されている、どこにあんだそれは、いつ帰んのかな、記念撮影スポットもあるよ、プラネットキューブ、あ、あれが休憩所と受付、宇宙シールについて何か書いてある、どこにも書いてないか、書いてある、まんまるロケットカステラ、ああそれね、はいはいはい、あ、羊羹、冷やされた羊羹もある、丸ごとシールなんで綺麗なんですよ、かっこいいロケット、ブラックホール、小さな図鑑として図鑑になってんの、シール、610円もするもんな、中身が見えないのに買うのは結構勇気いるよこのカプセルなんだろう、うん、なんて書いてある、宇宙ガチャ、実際に打ち上げられてから完成されたロケット2号機のフェアリングの欠片が入って、珍しい550円するよ、550円するよ、気にはなるけれども
なかなかだな、ハイプライズだな。普通なのかな。ね。あ、そこにカメラ置いて写真撮れるようなやつだ。なんかそっち営業中っていう上りが出てるよ、ね、なんだろうね、そっちはロケットのスタートの向きも。あー、全長50メートルだって。50メートル走ってこの距離なのか。6秒くらいなし。そう。すごいね。この距離か。直径が4メートルだって。すごいね。うん、バニラアイス。こんな感じ。おお。おお、だこれ。味はするね。あ、する？へえ。うん。うん。確かに。これ。うん。冷蔵庫で冷やしたらいいかも。うん。いや、確かにバニラ、うん、味は。ただ水分持ってかれる。口の水分持ってかれる。すごい、宇宙でこういうの食べてんだね。思ったほど濃厚じゃないね。中足屋でも好きじゃないの。あー、ありそう。ここだと650円ですよ。650円ですよ。なんだろうね。なんか作業してたのかな。水分持ってかれるかな。いちごアイス食べてみよう。このアイスが割れてるのはデフォルトなのかな。その方が食べやすいからかな。なんかこういうお菓子ありそうだよね。なんかうん、お菓子バニラとアイスクリームの味をつけたって、うん、うんうんうん、これが650円の味だよ。だから宇宙のパンも食べてみるか。開けて。
スペースシャトルでも使用された商品です。あ、なんか紙に包まれてんだね。取れる？うんうんうん。こんなんだね。おお。おお。いい、食べてみて。頭を刺すね。そうだね。水分、口の水分持ってかれるものが多い。水分ダメなのかな、うん、ね。ね、無重力とかになっちゃうとダメなのかな。無重力？乾燥したものがいいな。ね。トイレどうしてんの？宇宙って。おむつ？一応飛べ、溜めてる。るタンクみたいな感じで、うーん、なんか、さっきの物資補給の時に、ああ交換、うん、せっかくなら宇宙のトイレって言ってね、なんか展示してくれたら面白いのに、日常生活みたいなさ、よろしければご使用ください、うん、公開処刑だそれ、私になっちゃうよ。いや絶対いないと思うね。86の中でおしっこした人はいないと思います。うん、あとにも先にも私だけな気がします。あの時はどうしようもなかったんだ。うーん、トヨタのナビがあれ、ナビがあれ。水分、水自体がだって貴重なものだもんね。ちょっとやっぱ固め？一般の、うん、温めるとふわふわしますみたいな書いてあったけど。